はい、ただいまよりシースタイルでフィッシング2023と題して、全国各地で会員制マリンクラブシースタイルを使った釣りの魅力をご紹介させていただきます。私ステージの進行を務めます晴山由里です。よろしくお願いいたします。そして、はい、釣り具の台は、フィールドテスターの小野信明と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たち2人はですね、お仕事やプライベートでも全国各地のシースタイルのホームマリーナに出かけて、いろいろね釣りを楽しんでますよ ね、 ね、はいはい、先月も行きましたよね。そうですね、先月、はい、小野さんとはね2回釣りに行きましたね、はい、2月上旬には葉山マリーナさんか、はい、から相模湾に行って、そうですね、2月中旬には沼津のね富士ボーディングさんから駿河湾に行ってきました。はい、こちらは今映像流れているのは、ね、駿河湾の時の映像ですね。アマダイ釣りに行きました。はい、葉山でもね沼津でも両方アマダイを狙ってきました。結構釣れましたね、いろいろ。そうですね、本命アマダイの他にも糸寄りとか、はい、結構いろいろ楽しめました。そうなんです、はい、この時本当は幻の白アマダイを狙ってたんですけど、はい、やっぱり幻の魚というだけあってね、なかなかね厳しいですね、はい、釣れなかったんですが、はい、赤アマダイはね無事釣れました。ね、同じ赤アマダイですけど、相模湾で釣ってる時と駿河湾で釣ってる時で景色が違うからね。そうですね、いいですよね、本当に新鮮な気持ちでね、はい、毎回楽しめますよね。はい、そうやってあっちこっちの海に浮かぶことができるのが、シースタイルのいいところでもあるんですよね。そうですね、はい、この日は本当にお天気にも恵まれて、海峡も穏やかでしたし、ポカポカ、はい、2月と思えないぐらいポカポカ陽気で、はいはい、快適に釣りが楽しめました。はい、はい、私はシースタイル艇でいろんな釣りこれまでしてきたんですが、はい、やってきましたね。実はまだね狙ったことのない魚がいるんですよね。何ですか。何でしょう。何でしょう。実はねヒラメをまだ、はい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 、狙ったことがなくて、はい、遊漁船とか釣り船では ね、 ね、はい、釣ったことあるんですが、結構これ大きなヒラメが泳いでます ね、 すね、釣り船では釣られてますもんね。そうなんです、シースタイル艇ではまだ。そうですね、ヒラメって、うん、映像にあるように小魚を捕食して食べるんですよね。うん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 、で釣りをするときやっぱりじゃあ釣り船でやったときも小魚餌にしたんじゃないですか。そうですね、はい、イワシ、生きたイワシを餌にして釣りましたね、はいはい、泳がせ釣りっていうやつですね。はい、皆さん、はい、泳がせ釣りってご存知でしょうか。わかりますかね、泳がせ釣り。餌をね泳がせるんで泳がせ釣りっていうんですけど、そうなんです。ちょっと今日タックル準備してるんでやってもらいましょうか。はい、泳がせ釣りでは前当たりがあってから食い込むまでね結構じっくり我慢する釣りなので、釣り人とヒラメの我慢比べっていう感じでね、そのドキドキハラハラがたまらなく楽しい釣りになります。じゃあちょっと晴山さんに実演していただきましょう。はいはい、やってみましょうか。これが生きた餌、実際は生きてるんですよね。これをね餌にして生きたまんま使うんです。で元気なほど釣れるんですよね。そうですね、生きがいい方がね、アピール力があって、ね、はいはい、ちょっとやってみましょう。釣ってくださいね、ぜひとも。頑張ります。はい、まずはこのイワシを海底まで落としていって、だいたいそうですね、はい、そうですね50センチとか1メートルぐらい海底から上げます。はい、でそこでイワシがね泳ぐわけなんですが、こうヒラメが近づいてくるとイワシはびっくりビビってですね、もう逃げちゃう、より一層こう逃げ回るんですね。はい、感度のいい竿とか使ってると、ちょっとその先に、そうイワシがちょっと激しく泳ぎ始めたな、これはチャンスだなみたいな感じでね、はい、前あたりって言うんですけどね。そうですね、はい、でヒラメがまずはアタックしてきます。でもこの前あたりの時にはまだ合わせません。そうなんですよね、はい、この時ね合わせても結構すっぽ抜けちゃってね。そうなんですよね、かからないんですよね。また出してる段階ですね、はい、はい、この時何回も何回もこう、はい、アタックしてきます。はい、このアタックするのは なんでなんですかね。まあ魚も一緒に必死に逃げてるんで、はい、加えにくいっていうのもあるんですけどね、うん、はい、で何回もアタックしてイワシがちょっとね弱ってきたぐらいで、はいはい、パクッとくる瞬間があるんですね、はい、今もかかりました。魚がかかると一層竿先がグーンとこう海面に突き刺さるようになります。はい、そうですね、ここでようやく、はい、こう合わせるというか、はい、こう良い衣装と竿を立てて乗せる感じですかね。はい、実際には魚って鱗があって、うん、口の方頭の方から飲み込むとスムーズに入るんですけど、はい、逆鱗って逆側だとヒラメも飲み込めないんですよね。だから一回加えて加え直すっていう時間が
がかかって、はい、あの40っていう言葉もあったりするんですけど、ほうほうほう、40秒ぐらい待った方がいいことも結構あります。結構ね、時間かかる時もありますよね、はい、加え直して、はい、頭側から飲み込もうとするんですよね、はい、それで最初に前あたりがこすって出るんです、うんうんうん、はい、で本当たりが出たらやっとこう合わせる感じですかね。なんかもう食ってんじゃないの、合わせた方がいいよ、ね、だいぶそう前に食ってたんだけど、はい、もう40秒以上経ってる、ちょっと玉出すよちょっと待って待って、じゃあ小野さん玉入れをお願いします。ゆっくりゆっくり、どうかな、入る、お入った入った入った、お入りました、おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ヒラメ釣れました、すごいじゃん、これ80センチ級じゃないの、すごい大きなヒラメです、すごいすごい、ちょっと写真撮る、写真撮る、はい、これ座布団サイズになりますかね、やったおめでとう、いいですね、こんなヒラメちょっとシースタイルで釣ってみたいですね、ぜひとも釣ってみたいですね、はい、まあ、こんな感じでヒラメは釣っていきます、はい、小野さん他にこうシースタイル艇での釣りだったらどんな釣りが好きですか。マダイ釣りやっぱ好きですね。あ、マダイ私たちも、ね、一緒に行くときよく狙いますよね。そうですね、はい、もなんかいろんな釣り方ができますよね。そうですね、代表的な釣り方は、うん、水中映像ありますね、うんうん、あのマダイってちょっと映像の話しちゃうと大きくなると小魚を食べるんですよね、はい、よくエビでタイを釣るとか言うんですけど、エビでももちろん釣れるんですけど、大きなマダイはああやって小魚を追い回すんですよね。で釣り方としてはコマセでマダイを寄せて釣るコマセ釣り、はい、あとは冷凍のエビを使って釣る一つ天野っていう釣り方、うん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 、あとはタイラバっていうラバージグを使って釣る釣り方があります。小野さんはどんな釣り方が好きですか。どれもね楽しいんですけど、はい、このボートシースタイルのボートで釣るならあの道具がシンプルな、うん、あのタイラバっていう釣り方がいいですね。そうですよね、はい、今日ねちょっと実はタイラバの準備してあるんで、はい、じゃあちょっとやってみましょうか。マダイはこれからのっこみシーズンになるので、こう浅場に来て狙いやすいシーズンにもなりますよ ね、 すね、ちょうど今まで冬場に深場で生活してたマダイがあの春になると浅場にやってきます。で産卵活動とかもするんですけど、意外と浅いところで大物が狙えるんで、うん、ちょっとゆりちゃんのヒラメに負けないぐらいの、はい、ちょっと釣ってみたいと思います。野さんに釣ってもらいます。パイラバってこういうものです。ここにねラバー状のこういうネクタイとか、あとはこれスカートっていうのがついてるんですよね、うんうん、でここに針がついてます。はい、こんなシンプルな仕掛けです。ちょっとやってみます。はい、海底まで落としたら、うんうん、すぐ即座に巻き上げるっていうのがこの釣りのコツです。でこの巻き上げるのはね一定のペースで巻き上げる必要があります、うん、でまた落とす、はい、大体海底から10メートルか15メートルぐらいまで巻き上げるっていう、うん、これの繰り返しです。この上げ下げだけの、はい、とてもね釣り方としてはシンプルな釣り方になりますね。そうですね、うん、でねこれも実はヒラメ釣りと同じように、はい、当たりがあってもすぐ合わせちゃいけないんですよ。おそっか、当たりがあっても巻き続けるっていう、その前当たりをと前当たりが来ても巻き続けるっていうことが本当に要ですね、はい、どうしてもちょっと反応したくなっちゃいますけど、そうなんですよねそこは我慢して巻き続けるんですね、はいはい、さあどうですか、マダイは釣れそうですか小野さん。なんかねそんな気がするんですよね。今日は釣れそうな気がするんおなんか前当たりできた。あこれでも、ね、ああ離しちゃった。今ちょっと当たりましたけど、今ねちょっとね前当たりがあってちょっと私、はい、びっくりして、あびっくりしちゃった、合わせちゃいました。合わせちゃなんか無反応でもうとにかく巻き続けなきゃいけないんですよね。はい、でもまだいたら食ってくる可能性ありますから、はい、近くにいたら食ってくる可能性あるんで、はい、あ来た来た来た、 あれ今のもなかなか手怖いですね。なんか食いが浅いですねなんだろうね。もう一回じゃあ落としてみましょう。どうかな、ゆっくりゆっくり巻き上げる。巻き続ける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 。あかかったかもしれない、もしかして。あじゃあちょっとどんな感じで合わせるんですか。もうとにかく巻き続けて、竿先がグンって入り込んだら初めて合わせる、うん、おおかかったかった、かかった、ちょっと待って玉入れします。ちょっとこれ三段引きだからマダイっぽい、本当にマダイっぽい、マダイかもしれないよ。あすごい引き、あ糸出されちゃうよ、ちょっと結構サイズいいんじゃないですか。いいかもしれない、かなりいいかもすごい糸出ますね、うん、で出される本当に本当にでもこれ、ね、無理しないのがコツ。そうですね、無理せず、うん、魚が引くときは。ゆりちゃん浮いてきた浮いてきた、頼む頼む、はい、じゃあタモ入れます、お願いします。はい、よしやった、おこれも小野さんでかいよ、すごいサイズ、おめでとうございます。いいよ、いい方だよ皆さん。やっぱ釣れるね、タイラバ。このマダイ何センチぐらい？いやこれ7、80センチある、3キロ級。
やった、ちょっととりあえず写メで撮ってくれ。あ、じゃあ写真撮りますか。お願いします。はい、パチパチ、ありがとう。おめでとうございます。結構釣れるね、ここヒラメもマダイも。いいですね、いいね、魚影が濃いんじゃないですか。ちょっと他のお魚も狙えるんじゃないの。そうですね、いろいろ狙っていきましょうかね。あの平らばなとすぐに合わせない釣りという話したんですけど、はい、あの同じマダイ釣りでも、はい、エビを餌に使う一つ線やなんかは小さなあたりでもね、すぐにこう合わせを入れていく釣りになりますよね、はい、同じターゲットでも釣り方によってこう、はい、合わせるタイミングが変わってくるっていうのも面白いですよね。で、あの釣り方でこう、ね、合わせるタイミング変わるといえば、タチウオ釣りもそうですよね。得意でしょ。私ね、タチウオ釣りすごい大好きな釣りの一つで、ね、そうだと思って今日タックル積んできました、はい、あ、本当ですか、はい、私は普段は、はい、あの天秤を使った餌釣りか、あとはね、天野で狙うことが多いんですけど、はい、まあ、ジギングでね、狙えたりもしますよね、はい、今日天野のタックル用意しましたよ。今日は天野ですね。じゃあちょっとやってみましょうか、はい、はい、皆さん天野ってご存知でしょうか。結構東京湾でもね、今すごい流行ってますよね、はい、こういうヘッドに重りがつけた構造のものなんですけど、うん、でここにね、大きな針がついてます。フックっていうんですけど、フックがついてて、はい、その上に冷凍のイワシなんかをこうやってワイヤーでくくりつけるっていうのが、うん、東京湾の一般的なスタイルです、うんうん、関西でもねすごい人気ですね。元々は関西の大阪湾とかで主流だった釣り方が関東にも進出してきたって感じですね、はい、うんうん、はい、ちょっとやってみ てみましょうか。いるかもしれない、ここにも。お、よし、行きますよ。はい、ありがとうございます。まずはそのそうですね、棚っていうんですけど、タチウオが泳いでる層にテイヤを落として、はい、本当にね、天野もいろんな釣り方があるんですけど、そうですね、はい、まあ、最近はこう細かく揺すりながら少しずつリールを巻いてくるっていうのが流行りの釣り方ですかね。はい、このタイミングにもタチウオこの動き見てるかもしれない、うん、集まってきてるかもしれない、うん、はい、そうですね、はい、で徐々に上げながら、はい、で棚を通り過ぎたらもう一回こう落とします。でまた同じ動きを繰り返すっていう、やっぱタチウオもちょっかいを出すんですよね、はい、興味を示して、はい、でもティアの場合は当たりがあったらすぐに合わせを入れていきま す,、はい、すね、当たりはコツンって出る時もあれば、はい、あ、なんか今コツってきたよ。そう、こうコツンってくる時もちょっと合わせなきゃダメでしょ今。ちょっと今ね、口で言っといて。そう、ちょっと今気抜いてましたね、はい、あとはふわっと竿先が持ち上がる時なんかもありますよね。タチウオが下から食うことが多いんで、うんうん、仕掛け竿先がね曲がってたのが戻るんですよね、はい、それも当たりになるんで、お、なんかまた当たった、当たりました。ちょっと合わせるって言ってたじゃない。当たりがあったらこんな感じですかね。そう、もう即合わせですね。ちょっとここだとやりにくいんですけど、はい、大きく合わせを入れていきます。そうですね、はい、また来るかもしれない。じゃあ次こそ、次こそかけます。近くで見てますからね、きっと、はい、お、当たったんじゃない。合わせて、合わせて、かかりました。あ、結構大きいんじゃないこれ。引いてる。ゆっくりゆっくりゆっくりでいいよ。結構引いてます。これはいいサイズかもしれない。ちょっと玉大丈夫かな。抜き上げちゃう。抜き上げちゃいます。よいしょ。おお、すごい、でかい。これドラゴン級じゃないの。ね、これドラゴンと言っていいですよね。 1.4 メートルぐらいある。これまさによいしょ。タチウオって歯が危ないんで気をつけなきゃいけないですね。そうですね。これは指何本ぐらいかな。私の指だと 5,6 本あるかな。そうですね、はい、タチウオって長さでさっき 1.4 メートルって言ったんですけど、うんうんうん、太さを表すためにこうやって手を当てがって指何本分っていう表現もするんですよね。はい、私はやっぱ遊漁船とかだとね、これぐらいのサイズ釣ったことあるんですけど、はい、チェイスタイルだとどのぐらいですか。指4本ぐらいかな、はいはいはい、まだそんな大きな釣ったことないので、はい、ぜひシースタイルでも釣りたいですね。大物チャレンジしたいですね。はい、はい、いや、タチウオもいいですよね。いいですね。釣って楽しくて食べて美味しいですからね。はい、食べるのも本当に私は大好きですね、はいはい、でここまでヒラメ、マダイ、タチウオと紹介してきたんですが、はい、小野さん他におすすめの釣り物ってありますか。そうですね、シースタイルでマリーナから出港して近くの釣り場で狙えるものって言ったら、はい、カワハギ。あ、カワハギいいですね、はい、結構ねゲーム性があって面白いんですよ。そうですね、簡単、はい、簡単ではないのかな。今水中映像あるんですけど、まあ、手軽に狙えるんですが、です、ね、少しコツも必要になる釣りですよね。カワハギってああやって泳ぎながら食べるんじゃなくて、じっとして止まった状態を維持するのが得意、うん、ホバリングって言うんですけど、はい、それが得意な魚で、うんうんうん、釣り人に気づかれないように餌だけをついばむっていうのがあってね、うんうん、気づいたら餌がなくなっちゃってる。そうですよね、はい、餌取り名人なんて言われる、ね、言われてますね、魚ですね、はい、かわいい、はい、実はカワハギのタックルも今日積んできましたよ、はい、じゃあ今度は小野さんに釣ってもらいたいと思います。
カワハギって今の水中映像にあったように砂の中に生息しているアサリとか貝を食べたりして、あと小さな虫食べたりしてます、うんうん、で釣りで使うときはこういうアサリの餌、これがね使いやすくていいです。皆さん使ってます。これね、あの餌取り名人なんで針を丁寧に刺すっていうことがねコツなんですよね。ちょっと刺し方にもコツがありますね。いい加減につけちゃうとあっという間に捉えちゃうんで、こう縫うようにね、そうですね、何回も刺してつけます、はい、このね水管っていうところから刺して、うん、次にこのベロを刺して最後この綿のところに針を収めるっていう、はい、そういうテクニックがあります。アサリを使うので虫餌苦手な方とかも、ね、いいですね、はい、いいですね、はい、これスーパーで売ってるアサリで大丈夫なんでね、餌も入手しやすいですし、はい、じゃあちょっとやってみます。みまこれね一番下に重りがついている胴付き仕掛けっていうものです、うん、だいたい2本とか3本針を使いますか ね、はい、うん、カワギいるかな、ここちょっとやってみるね、はい、お願いします、はい、今の映像にあったようにだいたい海底付近を狙う釣りになります、うん、でどんな感じで誘いますか、ね、まず餌がありますよって言うんでカワハギにアピールするために竿先をこうやって細かく揺するっていう、うん、叩き釣りとも言うんですけど、こういうふうにアピールします、はい、そうすると周り周辺にいるカワハギが興味を示して寄ってきます。でもね当たりが小さいから捉えにくいんですよね。そうですね、はい、船ボートも揺れてるの で、ね、ちっちゃい、あ、なんか今ちょっと当たった気がするな。本当ですか。うん、ちょっとねボートが揺れちゃってる、今日波立ってるからどうしても当たり取りにくいんですよね当たりがあったらすぐに合わせますか。そうなんです。あ、来た、あ、ダメだ、バレちゃった。もしかしたらもしかもう餌ないかもしれないな。うん、もうちょっと粘ってみますか。もうちょっと、はい、今度こそ食うかな。当たってる。あ、かかったかもしれない。かかった。あ、ちょっとこの金属的な叩き方多分カワハギカンカンカンってね。お、いいね、いいね、いいね。結構でかいかもしれないこれ。お、じゃあ慎重に巻き上げてみましょう。はい、はい、お、いいね、引いてる。お、すごい、叩く叩く、結構いい方も、いい方かも。これは期待できそうです。はい、お、いいかもしれない。よし、上がる上がる上がるよ。もうもうすぐ見えるかな。はい、お、来た来た来た。お、でかい、でかいよこれ。シャックハギ40センチぐらいあるよ。すごいですね。いい、初めて見ました、こんな大きなカワハギ、はい、こんな大きなカワハギ来ました。30センチ以上のカワハギをね、シャクハギって言ったりしますね、はい、そうですね、大きい餌、うん、いいかもしれないね。あ、そうです ね、結構アピール力高いと大きいの釣れたりしますね、はい、はい、カワハギもね釣って楽しいですし、はい、食べて美味しいターゲットになりますね。ついつい夢中になっちゃうんですよね、はいはい、難しいからこそこう向きになってね夢中になっちゃいますよね、はいはい、いや私もまた行きたくなってきました、ね、はい、ここまで代表的な釣り物を4魚種紹介してきましたが、はい、シースタイル亭ではもっと多くの魚を狙うことができます、はい、1回の釣行で欲張ってねいろんな魚種を狙うっていうのもシースタイルだとありですよね。シースタイル1日借りると6時間なんですけど、うん、最初の3時間マダイを狙って、うん、もうマダイ釣れたから次はカワギやろうかって感じで、ね、うんうん、途中で釣り物を変更できたりするんで、その辺がボートフィッシングの気楽なところですよね、はい、そうですね、はい、そんな感じで気の向くままに釣り物を変更できるのもボートフィッシングならではの楽しみ方だと思います。そしてシースタイルは全国に140箇所ホームマリーナさんありますので、はい、まあ、釣りたいターゲットに合わせてね、はい、こう利用するマリーナさんを変えることができるっていうのも魅力だと思います。はい、はい、では最後に皆さんにお知らせがあります、はい、今年もやります、シースタイルフィッシングクラブオンライン講習です。はい、そうですね、はい、ちょうどね来週の日曜日ですね、はい、あ、そうですね、早いですね、はい、オンライン講習やります。こちらシースタイルの会員様の、向けの講習になってまして、はい、で春夏秋冬、あ、夏じゃないけど4回やります、うん、で春があのボート釣りの基礎についてお話しします、はい、で2回目が魚群探知機の詳しいお話になります、うん、でちょうど夏頃なんですけどルアーフィッシングについてお話しします。そして4回目が秋冬の美味しいターゲット攻略ということで紹介したいと思っております。はい、はい、で講師が小野さんですね。私もゲストで参加いたします、はいはい、お二人がオンライン形式でですね配信しながら、ね、リアルタイムでチャットで質問を受け付けて、はい、それにお答えしたりしてきます ね、 そうですね、はいはい、オンライン講座に参加した方は海洋実習への参加申し込みもできます、はい、ぜひ皆さんフィッシングクラブへもご参加ください。お待ちしてます。さあ、いかがだったでしょうか。選べる遊び、選べるスポット、選べるボートが魅力のシースタイルですが、はい、今回はね私たちが得意なフィッシングを、はい、フィッシングについてお話しさせていただきました。皆さんもぜひいろんな場所に出かけてですね、いろんな
釣りにチャレンジしていただきたいなと思います。はい、それではそろそろお時間となってしまいました。皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。